レディース&ジェントルメン、どうもドラム佐々木です。ということで、はい、今回、ドラム佐々木が、購入してきた、ものがこちら、こちらではなくこちら、皆さんが、使っているスマホね、スマホだとかタブレットだとかね、まあ使っている、まあこちらがね、まあ何だとかというと、この上にあるのがこれなんですよ。これが何かというと、このスマホの画面、まあ防水だとか、あと防水じゃないやつを、まあこの画面をね、まあ汚くなるじゃないですか、やっぱこう、うん、あ、汚いね、やっぱ、うん、手跡とかね、こうつくじゃないですか、こう、うん、こう汚いなと思ってるのを、まあやっぱね、これをまあ開封していくんですが、はい、まあこんなもん出てくると、はい、これをこのままね、まあ拭いていっていいんですよ。はい、そしたらはい、そしたらね、まあこんな風に綺麗になるわけですよ。はい、まあ普通のじゃあお手拭きとかね、タオルとかでもいいんじゃないかと思うんですけど、まあそしたらね、まあ画面にも影響があるんじゃないかなと思って、はい、思ってね、まあこれが、スマホの、まあなんて言うんだろうね、まあスマホ用の、まあなんかこう画面拭くやつっていう感じですね。まあ見事にはこうスマホほらピッカピカに なりましたと。はい、まあ大体にこうネットとかだとかね、あといろんな、100円ショップだとかね、まあいろんなところに売ってるんですが、あ、まあこうね綺麗にしていくと、まあ見た目的に結構いいんじゃないかなと思って、今日購入してみましたと。はい、まあよければね、皆さんもこういうの欲しいなと、うん、こういう似てるのなんか今欲しいのに見つからないなっていう方は、よければ、100円ショップだとか、いろんなとこ回ってみてくださいということで、はい、見事ねピカピカになりましたと。はい、であとはね、まああとはティッシュだとかにね、あと空拭きしてなると、このピカピカになることがなりますと。はい、まあ売ってる場所が、まあ、ちょっとまあ正確にはちょっとわからないんですが、はい、大体あとは、100円ショップ、さっき言った100円ショップだったりとか、まあインターネットのネットだったりとかに結構売ってるので、ネットだったりは、スマホ画面拭くみたいな感じで検索すると出てくるので、よければ皆さん、悩んでいる方よければ探してみてくださいということで、以上ドラム佐々木でしたということで、よければ評価チャンネル登録の方をお願いしますということで、以上ドラム佐々木でした。